素晴らしい友人たちってお井戸のことでいきますか。さっきからいたでごわす。キリサ・タクマの試合なんて、ユースケ殿は難しい字をよく知ってるでごわすな。なるほど、切磋琢磨、切磋琢磨。この前部屋で花火やって、ユースケ殿が逃げ遅れたあれでごわすね。すまんでごわす。あいにく外が雨で。本当につまんでごわす。でもユースケ殿においどんは男を見たでごわす。とどろきにちくらず仲間をかばい、自分だけその罪を引っかぶって、その男気、薩摩隼人もびっくりでこわす。よう、ユースケ、作文はできたか。一番星、聞いてくれ。おいどんは、ユースケ殿に男を見たでごわすよ。あっせ。ユースケ、終わったら早く俺らの部屋に来いよな。バチ君が話があるってよ。あ？寝ぼけてんのか？いいからちゃっちゃとそんなの終わらせて早く来いよ。待ってるぜ。詰めるなよ。今日の夜は明日の外出日の作戦練るんだからよ。いつまでも拗ねてると置いていくぞ。おお、いよいよ例のピンク大作戦が。天神、ピンクって。ああ、想像するだけでおいどんのペワーが弾けるでごわす。ゆうすけ、とにかく部屋で待ってるぜ。ユースケ殿、待ってくれでごわす。一時でごわすな。そうでごわすね。中に置いてあったものが運び出されてるみたいでごわすな。札が貼ってあるでごわすよ。女子更衣室。きっとおばちゃんたちが使うんでしょうな。まかない所の更衣室が狭い狭いって文句言ってたでごわす。そこはそれ、女心ってやつなのでは。おばちゃんだって女でごわす。作文提出してきたでごわすか。驚きに何か言われたでごわすか。今日は土曜だからみんなで山登りにでも行ったんじゃ。ま、先生には先生の事情があるでごわす。じゃあバッチグーと一番星のところに行くでごわすよ。それは聞いてのお楽しみでごわす。ユースケ殿、こんなところで青春の日々をくすぶらせて悲しくはないでごわすか。
ユースケ殿、あんなところに先生たちが集まってるでごわす。噂に聞いたでごわすが、どうやらこの学園は新たに編入生を入れるらしいでごわすよ。お互い人のことは言えないでごわす。なんでも学園の経営状態が思わしくないらしいでごわすよ。学生を増やして学園の活性化を図るらしいでごわす。結構学生を集めたらしいでごわす。バッチグーから聞き申した。どんな奴らなんでしょうな。どんな連中でごわすか。よう来たな。まあ座れやユースケ。あー、なんか怒ってる。そうカッカするなって。花火のことについては謝るからよな、バッチグ。花火ぐらい問題ないっしょ。逃げ遅れた君が悪いっしょ。さてと、とにかく全員揃ったな。じゃあ作戦会議を始めるぜ。いいかバチグ。オッケーっしょ。一番星、例の雑誌を。はいよ。この作戦を伝える前に、俺はお前たちに話しておきたいことがある。ちょっと厳しい話もするが、黙って聞いてちょ。俺たちはここに入学して以来、毎日あるものに飢えて暮らしている。君たちも知っての通り、ここには何もない。学校と山と基地がない。あと森、コンビニの一軒すらない。というか俺たち以外人さえ住んでないっしょ。俺たちは何に飢えている。飯か。違う、まずくても毎日食えるっしょ。いいから早言えって。女だ。ここには女が一人もいない。まかないのおばちゃんと寮母さんしかいない。みんなに問う、あれは女か。生物学的には女ではありますが、僕たちはあれを女とは見ておりません。いい答えである、一番星くん。つまり明日は日曜日である。我々はそれを利用して、女がここにいないなら自らそれを探しに行くっしょ。ピンク大作戦。天神ピンクって。ユースケ、ナンパって言ってもな、ただのナンパじゃないぞ。ほら、俺はここに最新のデータを用意した。ここでやると百発百中らしい。ナンパ待ちの女がうようよう、俺たちうわうわ。出会い、青春、きらめけトゥモロー。本当です。だって雑誌に書いてあるんだぜ。さすがに嘘は書かんしょ。うん、何でも聞いてくれ。無理か、やっぱピンク。何騒いでるんじゃ、この極潰しホモが。やばい、轟だ。
日が日曜だからってあんま浮かれるんやないで。お前らいつ何時でも金の音学園の学生ということを忘れるなよ。はい先生。一番星は返事がいいから先生は好きや。高崎、ここにいたか。お前は明日体育館に来い。いいな。例の花火が反省文だけで済むと思ったら大間違いやで。ちょっと手伝ってもらうことがあるからな。ついてないな、ゆうすけ。まあ俺たちがお前の分まで楽しんできてやるからよ。悲しいかな、運命でゴース。ユースケ殿、お目覚めでごわすか。だって今日は どうせここにいても寝てるだけでごわす。ああすまんでごわす。ユースケ殿は轟の手伝いなのに。一番星に借りたコロンでごわす。女一コロ。どっちにしろ一コロで気絶してくれるならいいでごわす。殴らなくていいから。じゃあ行ってくるでごわす。あー行くぞ天神。あー待ってでごわす。集まったな。今からうんしゃらには学校の大掃除をしてもらう。ええか、体育館、教室、寮、食堂、とにかく隅から隅までピッカピカにするんやで。日曜なのに面倒くさい。アホか、うんしゃら。日曜だからやるんやろが。平日は授業があるやんけ。ついてない。なんで俺らが。誰でもいいからくじ引きで決めた。驚きてきた。誰や今呼び捨てたの。わしを呼び捨てたの誰や。先生いいから早く始めましょうよ。先生質問いいですか。何や言うてみ。どうして今日いきなり大掃除を始めるんですか。お前ら黙って掃除しとればいいんやが。まあ教えたろ。給料を改装しとったのはお前らも知っとるじゃろ。あそこに編入生が入ってくるんじゃ。編入生何人ぐらいですか。はあ、ようけ来るらしいの。60人ぐらい言うとったかの。とにかくそいつらをきれいな学校で迎えたろう。そういうこっちゃ。うわ物好きな連中だぜ。こんな監獄みたいなところにわざわざ編入。黙らっしゃい。御社らはじっとり黙って掃除しとけ言うとるんじゃ。わしだっての今さら編入なんて反対じゃわい。しかもあんな連中心配の種が増えたわ。どんな連中なんすか。ええけん掃除始め。まあ高崎気負ったな。お前は特別にええ場所割り当てといたで。おいバケル、それにモップな。
ただいまでごわす。おお、ゆうすけ殿、テレビでごわすか。帰ったぜ、ゆうすけ。ああ駅まで歩くのはさすがに無理でごわした。バッチグーが駅は遠いな。あれ歩くのは無理っしょ。疲れた。もう歩けない。倒れた。だがお前が行きたいって言ったんじゃねえか。ユースケ殿は何をやっていたんでごわすか。ああ、これ以上こんなところに野郎詰め込んでどうすんだよ。変なニュース。そんであの丘陵を改装してたのか。編入生か。生意気な連中だったらわしが締めるでごわす。逆に締められんのよ。誰が誰を締めるって。あ、総長。シーリが来るらしいけど、おめえらは余計なことすんなよ。俺ら3年がとりあえず集めて賃金を仕込んどくからよ。飯だ飯、飯でごわすよ。正直飯以外の楽しみをおいろんはここで見つけることができずにいるでごわす。事実は事実でごわす。文句言わんで食うでごわす。よう、ゆうすけ、天神。食堂のおばちゃんにもらったんだよ。この前の外出日にお土産買ってきて、食堂のおばちゃんにあげといたんだ。するとこうやってお礼として一品ついたりする。賄賂じゃねえよ、気持ちだよ。そういうのって大事だぞ。俺らの飯を作ってくれてるんだからよ。美談でごわす。ま、気持ちだ気持ち。あいつは筋肉痛で寝てる。まったく飯の時間終わっちまうぞ。た、ちょっと歩いただけなのに。おや、噂をすればなんか慌てて走ってきたでごわすよ。たたたたた、大変だ。これが落ち着いていられよっきゃ。舌が回ってねえぞ。マリアレリーフリアグイオヘメイナガアロエイ。こっちだこっち。編入生が来た。バスに乗って今体育館に集められてる。おお、そういえば今日来るって言ってたよな。バスの入ってくる音が聞こえたから、俺さっきどんな奴がいるのかなーって覗きに行ったんだ。そしたら、あー、もうここだ、ここ中を見ろ。編入生っしょ。ったく、飯抜いてまで野郎の面なんざ見たくねえよ。うわっ編入生って。わかったか、一番星。俺たちに春がやってきた。わしにも見せてほしいでごわす。おお、なんと天神だか。ほっとけユースケ。いいから、お前も窓から覗いてみろ。
ようこそ金の根学園。新入生の諸君、この金の根学園は創立60年の間、帝国のオールドスクールの伝統に基づく名誉ある専業制の男子校として発展しています。しかしながら昨今は入学者数も減少し、数日貢献を貢献とする我が校の衰退著しい。私は校長としてその現状を憂い、ここは一つ男子校という殻を脱ぎ捨て、まことの教育を目指すべく、ここで共学化に踏み切るべく決断いたしました。とりあえず諸君らには1ヶ月間の試験編入という形を取ってもらい、なる共学化への参考とする予定であります。それでは各自先生の指示に従って女子寮の方へ向かっております。女だ女だ、俺たちの青春の始まりだ。おいどんのピュアでごわす。おい、オスナッショ、押してるのはどっちでごわすか。俺は押してない、押してるのはユースケだ。絶妙に女。お、あれかわいい。どれよ。どけ、俺がもっと女に近づくんだよ。君らどかないと殺すよ。ああ、もうたまらんでごわす。つまんでごわす。暴発しそうでごわす。おいどんの股間のピュアが。はじけそうでごわす。おりゃ、何をやっとるんじゃお前らは。あぁ、トドロキ、やっべえ、こんな極つぶしどもが。じゃあ、みんな逃げろ。あの人たち何かしら。逃げろ、ユウスケ。もたもたするな。おりゃ、せばら逃げるな。うりゃ、ネズミ一匹捕まえた。ユウスケが捕まった。逃げろ、奴の犠牲を無駄にするな。聖なる編入式に乱入しよって、校長本自ら演説なさっている時にどういうつもりじゃ。嘘つけ、誰がここの鉄格子を掃除しろ言うた。誰かと思えば高崎祐介、またお前か。この前は部屋で花火だったよな。部屋で花火ですって。何それ。こんな極つぶしや、今日という今日は反省文だけじゃ済まさんで。余計な騒ぎを起こしよって。一人だけ捕まって殴られてるわよ。どうしますとね。ミソリア、愛の鞭、愛の鞭。運命書。ごめんな、ユウスケ。あとは任せたでごわす。
し、いつまでも寝とるぞ。笑い歌ったるぜ。貴様らの起食堂に全員揃うまで先時歌うことにした。一番どどろきやつし、おはようでごわす、ゆうすけ殿。よう、ゆうすけ。それは、へへへ、ねえ、一番星。まあな、入りにくいっつうか。だったらゆうすけ殿は入れるのでごわすか。しかしいきなり驚愕だ。なんて言われてもピンとこないな。いつも俺らが飯食ってるとこにああして女が座って飯食うんだぜ。やおはよう。みんな入らんの。なるほど、そういうわけか。じゃ、俺が女との接し方をお前たちに教えてやるっしょ。ちゃんと見てるっしょ。バッチグーが言ったでごわす。おお、話しかけた。話せる。面白い。見習わなくては。おいどん、あれを見習わなくては。わかんないけど。うわ、味噌汁ぶっかけられてるでごわす。ダッシー。ようじゃねえだろ。お前何やってんだよ。お前つかみはバッチグーだった。その後まずかった。いきなり胸のサイズを聞いてしまった。だって知りたいっしょ。ほらほら、あんたたちいいから早く入って朝飯食べてちょうだいな。女の子がいるからって緊張してるんじゃないの。今日から一緒に生活するんだから。おお、今度はゆうすけが言った。へへへへ、ゆうすけどん、そう言いながら声がちょっぴり震えてみてごわす。ゆうすけどん、女子がおいどんたちを見つめてるでごわす。いや、全員集まったの。ええか、見ての通り今日から女子が体験編入として1ヶ月間お前らと生活することになる。
くれぐれも問題起こすんやないで。なんかやったら定額退学当たり前じゃ。覚悟しとけ。じゃあいただきます。ゆうすけ、後ろ後ろ。おはよう。変わってないね。高崎ゆうすけくんでしょ。ゆうすけ、知り合いだったら紹介しろ。違うの。人たちというよりエッチな人たちだけどね。かなりね、えぐいよ俺たち。とにかくいいの。私千歳みどりって言います。よろしく。伊集院忠友です。バッチグーって呼ばれてます。2番天神泰造でごわす。生まれは九州は鹿児島。金の根の薩摩隼人とはおいどんのおことでごわっ。怖っ。天神くんだね。そうでごわすよ。より面白いことと各テクニックに自信ある。私バッチグーです。テクニック試させてね。今夜試させて。テクニック試させて。あ、この人道に寄ってくる。変な人。ところでゆうすけくん、私も一緒にご飯食べていい？おいどん話しかけられちゃった。じゃあいただきます。
お前、本当にあの女の子の知り合いでも何でもないんしょ？ゆうすけ、早く行った方が身のためだぜ。うん。いや、普通それぐらいで話しかけてくるか？きっとそれは口実っしょ。あの子、お前に惚れたな。その覗きっぷりに。女心は微妙だから、覗きでもやっぱり惚れる惚れない覗き方があるんじゃないの？そりゃ、席につけ、ごくつぶしが。ホームルームの時間やで。みんなも知っての通り、本日より夏休みまでの1ヶ月、皆さんにはクラスメートが増えます。女メスウーマン。黙れ、わしはの、そんなの反対なんじゃ。仮にもこの金の根学園は質実合憲文武両道、協力一致を旨とする由緒正しき全寮制の男の城や。それを今さら学生数が足らんじゃの、経営状態が思わしくないだの、とにかく女入れて学生数を増やそうだの、これからの学校は経営戦略というものを考えねばならぬじゃの。そんなのおかしいんじゃい。教育ってのはそういうもんとちゃうやろ。女なんかおったら勉強できんじゃろうが。あんたは嬉しいくせに素直じゃねえな。な、うるさいよお前ら、うるさい。先生、愉快な演説はいいけど、いつまで私たちを廊下に置いとくわけ？いやがましい、黙っとれ。女だ、ロングヘアだ。あの、私たち廊下で授業を受けに来たわけじゃないんですけど。不思議か。で、私の席はどこ？なあ、相手のところに座ってくれ。ゆうすけ殿、あいつさっきバッチグに味噌汁ぶっかけた女たい。女ってのはもっと優しい生き物だったはずでは。何見てんの？私珍しい？怖いでごわすな。あの目は人を殺したことのある目でごわすな。ほんじゃあの、編入生の皆さん、教室に入りんさい。あの子、朝おいどんたちのテーブルにやってきた千歳さんではないでごわすか？ゆうすけくん、同じクラスだね。俺も一緒なのに気に入らないっしょ。ゆうすけどん、おいどん、ゆうすけどんが死ぬほど悩ましいでごわす。全員席に着いたの。それでは自己紹介をしてもらおうか。くつきからやってもらおうかの。くつぎ双葉です。
よろしくお願いします。終わりか？終わりです。短すぎや。しょうがない、先生がフォローしたろ。くっつきは平安時代から続く陰陽がどうたらの古い家のお嬢様なんやで。お前ら粗相があったらいかんぞ。余計なこと言わないで。お前のご実家からくれぐれも娘をよろしく頼むと学校に連絡があっての。家と私は関係ないでしょ中年。なんやでお前。わしは確かに中年かもしれんが、知れんが。時間ないでしょ、さっさと次行ってよ。怖い女でごわす。次隣から順々に行ったれ。春のアリサです。北海道から来ました。ずっと普通の高校に通ってたんですけど、一度寮ってものを経験してみたくてこの学園にやってきました。北海道でごわすか。そこはかとなく牛っぽい子でごわすな。みんな気軽にアリサちゃんって呼んでくださいね。でもあまり慣れ慣れしいのは勘弁してね。仲良くなってあげてもいいです。一歩進んで好きになってもいいけど、バラにはトゲがあるってことを忘れないで。誰がバラか。あれでアリサは正直詐欺しよう。でもまずいものはまずいっしょ。おまけに自分のことイケてると思ってるっしょ。ぜひその間違いを正してやりたいっしょ。春野さんでした。ほんじゃあ次の女子。お前何をぼーっとしてるんの。あ、はいはい。御社は千歳か。千歳緑やな。さっきから放送目で何ぼーっと見とんじゃ。ホームルームといえど授業は授業、先生に注意しないとあかんで。すいません、ごめんなさい。ちょっとその調子が狂うやっちゃな。はい、自己紹介して。はい。何やったんじゃお前。寝ぼけとったらあかんで。この学校へ来たかというと、これはですね、そうですね、言いにくいのですけど。慌てず、ゆっくりでやらんかい。そんなこと言われても、私、どんだし慌てます。慌ててるから転んだのかもしれません。恥ずかしいです。ゆっくりやりたいけど、気持ちが高ぶってうまくいきません。しかも自己紹介なんてしたことないから、どうやればいいのか、普通に自分のこと話せばいいよ。どこから来たとかの趣味とかの。言わんでもええ、というかもうええわ。まともなのはおらぬが、次。ゆうすけくん、ゆうすけくん、私緊張して失敗したみたい。私みんなと比べておかしくない？私そっか、よかった。これ読んで。
私またやっちゃった。それじゃあの授業始めるで。ずいぶんボロっちい学校ね。ほんとね、こんなところで1ヶ月も暮らすなんて。見て見て、校舎全部木でできてる。今どき木の校舎なんてあるの？寮もなんだかお化けが出そうだし、お風呂とか大丈夫なのかしら。緑豊かな学園で寮生活をエンジョイ、女子のため近代設備を導入ってパンフレットには書いてあったけど、どこに近代設備があんの？もしかしてジュースの自販機がそうなの？あいつらムカつくっしょ。俺らの校舎を捕まえてボロ呼ばわりはないっしょ。実際ボロいことはボロいからな。そのもうちょっと観察したいっしょ。まあな。ああ失敗した。しかも男はなんだかダサい連中ばっかだし、つまんない。やってるやってる。朽木さん、私たち着替えそうね。あそこにいるメガネのやつなんか、さっき私にいきなり胸のサイズ聞いてくるし、きっと女に飢えてるのよ。体しか見てないのよ。怖い怖いわ。より襲われそうじゃない？俺の噂してるっしょ。よくない噂されてるな。しかし朽木ってのはともかく、春のアリサは誰も襲わんだろう。なんかおっしゃいましたか？あっねえ、そこの面白4人組、影でこそこそ人の噂しないでよね。なんだよ、してないっしょ。あ、あんた食堂で双葉ちゃんにいきなり何カップって聞いた男子ね。なるほど、いやらしい顔してる。気のせいじゃん。いやらしい目でジロジロ見てたじゃない。見てない、絶対見てない。少なくともお前は見てない。自然いっぱいのとこあまり見たことないから。何この子。あのそのみんな喧嘩しないで仲良くしよう。せっかくクラスメートになったんだから。何よ、 あんたさっき自己紹介で転んだ子でしょ。ドジっ子イメージで可愛さ演出。今度はいい子ちゃんイメージでけなぎさ倍増。したがって男子のハートをがっちりキャッチ。やることにくいわね。可愛さ演出、けなげさ倍増、がっちりキャッチ。ほら、そうやってとぼけるとこが男にこびてるというの。やらしい。私こびてなんかないよ。みんなにこびなくたっていいもん。こびてます。ちょっと顔がかわいいからって調子に乗ってると奥は言わすよ。その顔面白くするよ。言わすって？キー！
いつ締めましょう。天然生意気女子弁でチャキーン、チャキーン。チャキンって何？チャキンも知らないの？スカートをめぐり上げて頭の上で縛り上げるの。料理のチャキン絞りに似てるでしょ。だからチャキン。まあまあ、女の子同士で喧嘩するのやめよう。ここで会ったのも何かの縁じゃん。仲良くしよう。うん、そうね。双葉ちゃんがそう言うなら。俺らは罰。千歳みどりちゃんだっけ。私、くつぎ双葉。よろしく。よろしく、くつきさん。双葉でいいよ。俺バッチグー、よろしく。朝は失礼したっしょ。でも水に流してくれっしょ。いやです。ほにょ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 。しかしこうして眺めてみてもろくな男いないわね。ふん、さあ千歳春野、食堂行こう。昼ご飯食べよう。行きましょう双葉ちゃん。じゃあね、プアフェイスボーイ。ほっ、いい気味。じゃあ、ゆうすけくん、あとでね。あいつら、俺たちの顔バカにしやがって。あとで目にもの見せてくれるっしょ。行っちまったな。なんかこう、うまくいかないようでごわすな。後ろからみんなの手並みを拝見していたでごわす。なに、まだまだこれからだぜ。早速会議しよう。放課後俺の部屋に全員集合しよう。ゆうすけ、行こうぜ。用事？わーい、ゆうすけくん。こんなとこ呼び出したりしてごめんね。お、やっとゆうすけが来た。ほら座れ座れ。早速始めるっしょ。
もうやぼっしょ。女子の品評会に決まってるっしょ。そしてこれから俺たちはどうするのかをみんなで話し合うっしょ。まあ俺らのクラスには10人の女子が入ってきたわけだが、そのうち見られるのはまあ2人っしょ。千歳さんと朽木さんでごわすな。バチグル、厳しい評価だな。あの二人、見た目はかなり可愛いと思うけど。入ってきた女子を見て、俺は気を気づいたっしょ。女の魅力というものに。おお、バッチグーがいつになく真剣だ。あいつら顔はまあまあ可愛いが、大人の魅力というものがないっしょ。しょんべんくさい女に、正直俺はあまり魅力を感じなかったっしょ。その割には結構積極的に話しかけてんじゃねえか。あれは社交辞令っしょ。まあそれは失礼だとしても、あいつらの俺たちに対する態度なってないっしょ。悲願だよ。悲願でない。したがってクラスの女子は君たちに与えるっしょ。ま、全員見てから俺は狙う女を決めることにするっしょ。与えるって別にお前に恵んでもらうつもりはないぜ。俺は俺のやり方でいく。おお、一番星、誰かに目をつけたでごわすか。目をつけたってほどじゃないけどな。誰だよ、千歳が、それともあのジャジャ馬が。まさか春野じゃないっしょ。まあそのうちわかるよ。隠し事はダメっしょ。なんで泣くの。俺たちは今日から一人はみんなのために、みんなは一人のために協力し合うっしょ。まあそうだな。でも協力してもらわんでもいい。俺は俺のやり方があるからな。かっこいいでごわす。俺なんかよりユウスケだぜ。こいつは千歳で決まりだろ。どうやらあの子はユウスケのこと気に入ったみたいだぜ。羨ましいでごわす。一体どんな魔法を使ったでごわすか。俺にはあいつユウスケに惚れてるようにしか見えないけどな。どっちにしてもおいどんには羨ましい話でごわす。あの子きっと普通じゃないっしょ。とにかくユウスケはあの子と決めること、これは命令っしょ。決めるったらな。セックスに決まってるっしょ。 SEX っしょ。ゆうすけ、俺らに与えられた時間は夏休みが始まる8月1日までの1ヶ月しかないんだぜ。それが終わったら女の子たち帰っちまうんだぜ。来年まで童貞でいる気かお前。チャンスはチャンス。ゆうすけくんなんつって向こうから寄ってくるんだ。向こうが一目惚れしてようが、ただ単に友達になりたいだけなのか、そんなの後で考えればいいじゃねえか。そういうわけだ。よく考えろ。じゃ俺は行くぜ。時間がもったいない。どこに行くんだよ。ごわすか言っただろ。俺は俺のやり方で行く。じゃあね。あ、俺も校内の情報を集めてくるっしょ。入ってきた女を全部チェックするっしょ。おいども。
何言ってんだよ、厄介な方が燃えるっしょ。女は待ってるだけじゃ来ないっしょ。自分から食いついていくしかないっしょ。ま、ゆうすけの場合はみどりちゃんがいるから余裕だけど。思った通りじゃつまんないっしょ。何言ってんだよ、なかなか可愛いっしょ。男ばっかだとああいうカラフルな黒板にはならないっしょ。そう言って抜け駆けするんじゃないだろうな。お、ゆうすけ殿どこに行くでごわす。そうでごわすか。それにあんた元気そうじゃない。病気じゃない人はさっさと出て行きなさいよね。何言ってんのよ、女の子はいろいろ大変なんだからね。女の子はね、女の子なんだからね。わかってて言ってるのね。セクシャルハラスメントじゃない、セクシャリティよ。女性軽視だわ。いいから出てきなさいよね。アメリカだったらあんたなんて告訴だからね。あんたなんてアリサには不釣り合いなのよ。セクハラはまずいっしょ。なんかあると思ってきたらやっぱり抜け駆けっしょ。寝るってセックス？セックス？セックス？それって確か春の師匠だけど、名前だけ聞いてると美少女っぽいっしょ。それに胸も結構。あそこは昼間から安眠できる唯一の場所っしょ。俺たちの居場所が少なくなっていくっしょ。まだいたの？さっさと消えてよね！不潔！
栄養のことまで言われたくないっしょ。お、さっき寝たとじゃなかですか。いろいろ？よくわからんですが、災難だったようでごわす。なんでごわす？あれ。ねえ。おーい、そこの君、寝てないで。起きなさい。あ、やっと目が覚めたみたいね。うーんじゃないよ。もう授業始まってるのよ。どうかしたの？起きるよって。しょうがないな。